ルカちゃんの夢は何ですか？ドッグトレーナーの仕事に就きたいです。ルカさん、なんでドッグトレーナーになりたいと思ったんですか？犬のしつけとかをしっかりすることで、あの将来自分が犬を飼った時に犬とあの自分の絆を深めることができるからです。ウェルシュコーギーの本がお気に入りというルカさんは、2歳の頃から大の犬好きだったそうです。なんでワンちゃんが好きなんですか？キャンキャン言ってたり、そうなんかわーって走ってきたり、キラキラして目で見てくれるところが好きになりました。お家ではワンちゃんって飼ってない？飼えない飼えないなので代わりにこいつがいます。犬を飼うことができないので、ドルチェという名前をつけたぬいぐるみを大切にしています。なぜなら、両親が2人ともアレルギーだから飼えないし、あと自分の世話ができてからにしてって言われるから。そして3日後の土曜日にドッグトレーナーの体験をしてもらうことを伝えると、結構すごいテンション上がっちゃう。え、今週土曜日で大丈夫だった？超大丈夫。いや、もっと早くいいな。そうだった。待ちきれない。びっくりした？びっくりしたというより、興奮した。興奮した。ちょっと失神しそう今。おルカさんが夢見るドッグトレーナーは、人と一緒に暮らしていくためのマナーを犬に教える仕事です。そのドッグトレーナーが所属するお店が協力してくれました。宮城野区20人町に今年6月オープンしたアンドドッグです。そう、上手だよ。オッケー、よかった。このお店はドッグトレーナーによるトレーニングや犬を預かるスペースを作り、お世話もしています。飼い主さんってこう何かしらのイメージを持って、ワンちゃんを飼ったらこういう生活が送りたいって思って飼われる方が多いんですけど、意外とワンちゃんのしつけに、まあ、手こずるというか悩む方が多くて、でそのワンちゃんとの理想の生活を叶えるためにトレーニングだったりしつけをして、理想のワンちゃんとの暮らしを叶える。ドッグトレーナー体験当日。広い、人間も遊べそう。ルカさんがドッグトレーナーを体験する場所はガモーパークです。ここは東北最大級の広さを誇り、犬が遊べる天然芝のスペースやプール、カフェも設置されています。どんなワンちゃんが来ればいいかな？小型犬とかあのポメラニアンとか毛がバサバサだったり、そういうのが好きだから、そういうのが来てほしい。お、ベルちゃんです。ベルちゃん、ベルちゃん、すごい。ルカさん大喜び。これ来たの。すぐにワンちゃんと仲良くなるルカさん、ドッグトレーナーの素質があるのかもしれません。じゃあ今日はコマンドトレーニングっていうトレーニングをルカちゃんに、実際この子にやってみてもらいたいと思います。はい。コマンドとは犬にしてほしい行動を取らせるための合図です。あとドッグトレーナーによるデモンストレーションがこちら。あとそう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 、伏せ。おー、賢い。そうそうそう、おいで。そうそうそう、そう、リコさん。あとへ、上手。いやー、しょけー、犬よしょけー。まず最初に体験してもらうコマンドトレーニングはお座りからの伏せ。ワルちゃん、お座りからの伏せ、待って。そう、これで伏せって地面を指さすと伏せます。お座りからの伏せ、いよいよルカさんがチャレンジします。お座りからいった。はい、お座り、お座り。はい、伏せ。伏せ、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 伏せ。
頭のところなんだけど、伏せる前にルカちゃんがいたからベルちゃんが伏せるスペースがなかったので、ルカちゃんは一回立ってもらって、ここに伏せをできるスペースを作っててお願いします。お座り、いいよ、そのまま伏せいけるよ。伏せ、おー、いいか。さらにステップアップ、待ての後距離を伸ばして指示を出します。お座り、待てで、ゆっくり下がってもらって、待て待て待て、よし、おいで、お座り、おー、ここまで、はい、やってみてもらいたいと思います。ベルちゃん、おいで、待て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 、いいよ、そのまま待て待てだよって、手パーにして、待て待て、よし、上手、上手。どんどん夢中になっていくルカさん、ワンちゃんのジャンプトレーニングにもチャレンジしました。私たちが先にやったトレーニングの様子をしっかり見ていて、私たちがこうやってねって言わずとも真似をして自らいろんなことに挑戦している姿が見られて、本当に素晴らしかったな。ワンちゃんへの配慮もちゃんと見られたので、安心してワンちゃんを預けることができたなと思います。ドッグトレーニングに励むルカさんを心配そうに見つめているのは母ユミさん。ルカさんに期待することは、将来の夢に向かって自分が今何をしたらいいのかっていうのに気づいてほしいっていうことがありまして、今を生きている子なので、将来がすごく遠すぎるんですよね。でもこういう体験することによって、その将来がもっと身近に感じられて、私に必要なことっていうのにやっぱ気づいてもらえたらって思ってます。間近で見ることができたドッグトレーナーの仕事、ルカさんにはどう映ったのでしょうか。すごかったですよかった。どういうとこがすごいかな。なんかルカだと途中からちょっとグダッとというか抜けちゃうけど、トレーナーさんだとあそこずっとピョン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 飛べて、すごい。ドッグトレーナーを夢見るルカさんは、大好きな犬について知りたいことがたくさんあります。犬の健康な時と病気の時の比べ方、なんかありますか。食欲がなくなったりとか、あといつも起きてる時間に起きてないとか、そうぐったりしてるなとかっていうのがあると調子悪いのかなって。調子悪いのか。あとは舌の色とか、ベシベベシベ、なんか人だとさ、具合悪い時顔が青かったり白かったりするじゃん、うん、でもワンちゃんって全部毛で覆われてるから顔色見えないじゃん、うん、ベロとか口の歯茎、こうやってお口を開けて見せてくれるんだけど、この子はこれを嫌がったりすると見せてもらえないからさ、日頃からこのお口を触っても嫌がらないって練習をするのもトレーナーさんのお仕事です。あと何かありますか。ワンコになんか洋服着てる時とか、うん、着てる時の方法、方法なんか、あ、嫌がるワンちゃんにっていうこと、そんな感じかな。小さいうちから着せる練習をするっていうのと、着た後に例えばおやつがもらえるとか、着たらお散歩に出かけられるとか、あ、来たらいけるから来たい来たいっていう風に、おなるかもしれない。すごい。いいね、お洋服着せたいんだ。あとで着せてみようか。あ、ドッグトレーナーの仕事をもっともっと知りたいルカさんは、三浦さんたちが働くお店を見せてもらうことに。運動トレーニングする場所になっていて、筋トレとか、そう、人間でいう筋トレとか。ワンちゃんの幼稚園、遊ぼう部屋になってます。そう、いっぱいいる。入りますか。はい、入ります。どうぞ。入る。かわいい楽しい天国、うん、そしてルカさんが待ち望んでいたワンちゃんに洋服を着せる体験。できた。じゃあ後ろピッピッピッ、上のお洋服着る練習でした。おー、頑張ります。服を着せる体験っていうのをやってみて、すごい楽しかった。可愛いね君。嬉しそうなルカさん、だけどドッグトレーナーの仕事は決して楽しいことばかりではありません。
可愛いっていうのはもちろんあるけど、大変な部分もさ、ね、たくさんあるからさ、その病気になっちゃうこともあるし、本当に生き物だからさ、毎日毎日ちゃんとよーく見てお世話をしてあげないと、人と違って喋ってくれないからさ、お腹痛いよって言ってくれないから、ルカちゃんがよーく見てどうしたのかなって気づいてあげたりとか、そういうこともすごく大事になってくるかなと。あと何か分かんないこととか心配なこと質問ありますか？心配なこともうなくなりました。なくなりましたか？よかったです。この日の体験で命を預かる大切さも学びました。ルカさんのドッグトレーナーになる夢がますます膨らみました。このガモーパークに行った時のなんかジャンプさせるやつがなんか印象に残りました。改めて将来の夢を教えてください。ドッグトレーナーになることです。もうはっきり言い切っちゃったけど、言い切りました ね、 そうね、この体験をして、うん、お母さんおっしゃってましたけど、うん、やっぱり体験することでなんか今気づいてほしいっていうことをルカちゃんに、そうだってほしいなとおっしゃってましたが、でもやっぱり体験するってことはやっぱり何よりの、そうですね、ぐっとその夢に近づく、そう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 、本当にお母さんの思いがね通じたんじゃないかなというふうに思いますね。自分がやるべきことってことをどん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 これから覚えていくでしょう。どうしてもあの可愛い可愛いっていうだけでなんかこうね、なっちゃいますからね、接してしまいますからね。でもここまでやっちゃってるから、うん、すごいすごい、ね、体験中はあの犬の糞の後始末とかも自ら進んでやっていたということでした。ルカさん、いろいろなことをね体験したと思います。ぜひ夢叶えてくださいね。